ダーナオープン初日、13日、日米ツアー4試合連続で予選落ちを喫している渋野日向子だが、確かな復調を見せている。ダーナオープン初日は2バーディ5ボギーの74。3オーバーに終わったが、それぞれのショットを切り出せば、際立って悪いものはせいぜい数回だ。渋野日向子は今、結果よりも理想とする体の動きを考え、愚直にそれを求め続けている。不器用なので、と、それ以外のことは考えない。考えないようにしても、結果は出てしまうもので、ミスが出れば、またスコアが悪ければそれはそれで気分は良くない。と入っても、一歩ずつ改善をしなければ、前には進めない。そのことを分かっているから、ミスをしたとしても視線は次を、そして前を向き続ける。自身のことをオールマイティーにできないキャラなので、と表現する。一つのことに集中すれば、他がおざなりになるかもしれない。そんなことは渋野日向子自身が一番よく分かっている。少しでも別のことを考え出せば、体の動きがおろそかになる。今は耐える時間と自分に言い聞かせる。追い求める体の動きはショット間の移動時も、常に頭から離さない。できなければ次打に向かう間に両腕を胸に当ててボディターンの動きを確認。うまくいけばうなずき、素直に喜びを表情に出す。日本での連続予選落ちを経て迎えた海外メジャー2連戦ではショット面で苦労したが、この日は出だしの2ホール、中盤の数回を除いては大きなミスはなかった。自分の中で今のはいいショット、いい動きができた気がするっていうのが何箇所かあったので、そこはちょっと前向きに捉えたいかなって思います。フェアウェイキープは14ホールで11回。フェアウェイを外した3回はいずれもボギーだが、ティショットがうまくいけば、スコアメイクはできている。気になるのはパーオン率で、18ホールで11回。2打目以降のスイング、つまり体の動きが次の改善ポイントになる。決して高いとは言えないパーオン率だが、それでも渋野日向子自身は改善傾向を実感している。前戦は初日、2日目ともに6回で合計12回。先週は2日間で12回しか乗っていないので、それが1日で11個だったので。コースの難易度が違うとはいえ、こちらも一歩前進を口にする。クリアすべき課題として、ショートゲームの改善にも向きたいところだが、それはまた次の段階。この日は3パットも0でパット数は31。4メートル以内のパットをいくつも外したことを考えれば、どこかで一つ入れて、流れを引き寄せていれば、事態を好転させることはできたはず。逆に言えば、それぞれのピースがはまれば、ビッグスコアが出てもおかしくない内容だ。大きく出遅れ、予選通過にはビッグスコアが不可欠、攻めるしかない、という言葉とは裏腹に、やり続けてきたことを壊したくもない。この後は一周空いて、欧州3連戦が待つ。気持ちが揺れ動く中での第2ラウンドで、今後に向けての現在地を探ることになる。渋野日向子まさかのシード落ちが視野に、職業病悪化で連続予選落ち自己ワースト更新も。全米女子オープンは通算14オーバー、133位で予選落ちした渋野日向子。4月以来となる連戦の舞台は例年バーディー合戦となり、攻めのゴルフが求められる。ここで苦戦するようだと、復調に時間がかかりそうだ。今大会で単独4位なら安全圏。渋野日向子は昨季終了後、2020年限りでたもとを分かった青木翔コーチのもとへ戻り、トップの位置を高くしたスイングに変えたが、4月からは左手親指の痛みを抱えながらの戦いを強いられている。6月の国内大会から左手親指への負担を軽くするため10本の指で握るベースボールグリップにしたのだが、前週から再び左人差し指と右小指を絡めるインターロッキンググリップに戻した。この箇所の痛みはプロにとっては職業病だ。今後、症状が悪化することが懸念されている。そうなると気になり出すのがシード落ちである。米女子ツアーは CME グローブポイント T ランキングの80位までが翌年のシード権を獲得する。昨年の渋野日向子は4月中旬のロッテ選手権でキム・ヒョージュと優勝を争い2位となり 320p を得た。前年の80位は 381.28p だったので、早々と来季のシード確定ランプを点灯させた、結局 998p で36位。
現在1位は全米女子プロなど今季2勝のインルオニン20の 1510p。 2位は古江彩香で 1503p だ。昨年の80位も 380p だったが、今の渋野日向子は 225.133p で60位。仮に今大会で復調し、単独4位、180p となれば 405p を超え、安全圏に入る。故障持ちの身としては1試合でも早く 380p を超えたいだろう。それにしても、打、5つの海外メジャー全部に優勝する、と大使を抱き米国に乗り込んだのに、今では国内大会でも連続予選落ちの低たらく。最近は、4日間プレーするのが目標、というのが口癖。故障が原因とはいえ、シード落ちも危惧されるようになってきた。大きな誤算に違いない。渋野日向子は初日、3オーバー129位の発進となった。渋野日向子は出遅れ129位発進、過去4戦連続予選落ちも解説者、復調の兆しはある。米女子ゴルフツアー、ダナオープン、初日、不振の渋野日向子は2バーディー、5ボギーと74のラウンドで3オーバー、首位と10打差の129位と大きく出遅れた。今季メジャー第3戦の全米女子オープンを含め、ここまで日米両ツアーで4試合連続の予選落ち。竿親指付近を痛めている影響もある中、出だしの10番パー4、11番パー4を連続ボギーとし、後半もショットとパットが噛み合わず、スコアを伸ばせなかった。渋野日向子は、悔しい場面がかなり多かった。でも全米女子オープンの時よりはまだ良かったかなという感じです、と語った一方で、折り返しの1番パー4でバーディーを奪取した上で、2番でいいセーブができたのに、3番から良くなかった。流れ作りが下手くそだなと思いました、と振り返り、明日、攻めるしかない、と顔を上げた。多くのツアープロを指導し、試合を中継している、ワウワウの解説を務めた石井忍は渋野日向子のプレーについて、中身を見ると、このスコアの感じはしないんですけどね、とし、18ホールを見て期待の方があるような気もしますけど。復調の兆しはあると思います、と指摘した。ティーショットは安定感が出てきただけに、アイアンショットの精度を高めれば、予選通過も見えてくるはずだ。